で日本の漁民を13年間に4000人も倒したんです、韓国は。そうして本交渉を有利に運ぼうとして人質を取った。この卑劣極まりない二丁番台、あの時に自国領に取り込んだ竹島、これこそが日韓の唯一の未解決問題だったんです。この問題を慰安婦の強制連行にすり替え、この卑劣極まりない政治を今なお現在進行形で韓国政府はやっています。こんな国と一体何の話し合いができるというんですか。我々日本はこのことをきちっと正さなきゃいけない。私は学生を教えてますが、教科書にまで嘘を書いて日本の悪口を言う。そして新聞テレビは言うに及ばず、反日教育を受けた子どもたち、これに私は事業、私は組織をやってますから。国家というのは一つの大きな組織ですから、時々こういう話を講義の時にする。そうすると多くの学生はまず驚く。そして彼らはついには元気を取り戻すんだ。ゼミ合宿に行った時は酒の席では若い学生たちは先生のお話のように、日本は本当は悪い国じゃなくて良かったと思います、こう言ってみんな酒を飲むんです。玉上さんがお話しするように、日本はそんなに悪い国じゃなかったと論文に書いて、そして更迭される。一体この国はどうなってるんですか。命がけでこの国を守らなければならない自衛官のその司令官が、この日本はそんなに悪い国じゃない、そういうふうに信念で考えていただくということは、守ってもらう国民にとっても幸せなことじゃありませんか。それを何で目指さなきゃいけない。この国はおかしいですよ。この国を直すためにはまず東京から直しましょう。歴史と伝統に歩み込まれながら、あのスカイツリーのような近代技術が東京するこの浅草、これは東京の象徴であり、そして東京は日本の象徴であるんです。古い伝統、歴史と先端技術を兼ね備えたこの日本の未来を築く、そのためには魂である教育、歴史教育を見直さなければならない。それをやり遂げられるのは玉森さんただ一人である。そういうふうに思っております。皆さん、よろしくお願いします。ご支援、お願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。日本を良くするためには、まず東京を良くしなければならない。そのためには、リーダーに玉上俊夫ということで、力強くエールを送っていただきました。本当にありがとうございます。さて、だいぶ冷え込みが厳しくなってまいりましたね。もう長い時間経っていただいているので、皆さんの足腰もちょっとそろそろ疲れてきたかなと心配しております。それではそろそろ、この辺りで玉上俊夫にご挨拶をさせていただいて、皆さん、本日も寒い中、本当にありがとうございました。よくマスコミが東京都知事選立候補予定者で、舛添さんと細川さんが、下京対決がということで、持ち上げてますが、本当にそのようなことか分かりませんけども、ネットでは私が一番人気あるんですよね。ですから、なんとかこれをうまく使っていきたいなと思ってます。そして、安倍総理が準拠した国家間の意思感を持って、戦後レジームからの脱却を目指してます。東京都知事が同じ方向を向いて、同じ国家間的価値で頑張らなければ、日本は治っていかないと思います。他の人は、先ほど言いましたように、反対です。外国人に地方の参政権を与えます。こんなもの与えたら、先ほど言ったように人口が少ない、例えば福島の人口3万6千人、5万人も韓国から来て福島で選挙をやったら、韓国福島は合法的に韓国に乗っ取られてしまう。こんなことは少し考えればすぐに分かるのに、こういった法案に賛成する人は一体どこの国の政治家なのかと私は思います。そして日本も今景気回復をして、みんなが就職ができて豊かな生活が送れるという方向を目指して動き始めているのに、原発を停止したままでは電力供給が十分できなくて、景気回復がこのまま順調に進まなくなります。50年も原発使ったんです。皆さん、50年も使って
運転中の原発の放射能で死んだ人は一人もいないんだ。ですから実績を見たら安全に原発を使うことができるというふうに思います。ですからこの原発と外国人参政権法案と靖国参拝、都知事を選ぶ一つの足を運んでいただければと思います。寒い中来ていただきまして本当にどうもありがとうございます。